ここね、数日の間にかなりテンションの上がるね、アニメの情報がかなり発表されたりしましたので、いくつかピックアップして紹介していきたいと思います。まずはじめに、こちらあまりテンションの上がらない話なんですけれども、ちょっとこれ話しておきたいなということで一つ。え、雲ですが何か、6月の25日にですね、最新話の放送が予定されていたんですけれども、延期になりました。え、第24話制作進行上の都合により放送延期ということで、えっとですね、これに関しましては、どうやら改めてね、放送枠を 調整した上で配信とかね放送したりするらしいのでまだ放送日は未定となっておりますはいここ最近ね雲ですが何かはかなり危うかったんですよねかなり切羽詰まってんのかなっていうのは伺えるぐらい かなり作画が右肩下がりになってしまったりとか、最初普通にね、作画されていたキャラクターが 3D に変わっちゃったりとかね、結構いろんな変化があったりして、ちょっとやばそうかなと思っていたんですけれども、次24話が一応最終回っていうことになってはいたので、もうさすがにギリギリ走りきれたかなと思っていましたが、無理だったようです。ということでね、はい。延期にはなってしまったんですけれどもね、まあ、クオリティが上がって放送されることを期待しております。え続きまして a t 6 a t 6は先日ですね、特別 戦というものが放送されました特別編の1週前にですね11話で AT-6 は完結に至ったんですけれどもまとめて AT-6 は分割2クールということが発表されておりまして今回は前半クールが完結に至ったというところでございますので、まあ、後半クールがいつになるかは未定だったんですけれども先日放送された特別編の方でですねこちらの方が発表になりました AT-6 後半クールはなんと今年の10月から放送ということでございますはい1クール開けての続きが放送ということでかなり予想 に早かったですね。まあ、正直来年かなと思っていたんですけれどもびっくりしました。というところでね。at6 めちゃくちゃね。良かったのでね。かなり楽しみですね。続きまして、これ激アツだったんですけれども、先日マッパのね。あの天才、アニバーサリーイベントっていうのが配信されたんですけれども、もまあ、そちらの方で新作のアニメの情報なんかがね。もうゴリゴリに発表されたのでそちらの方を話していきたいと思います。3つあるんですけれども、1つ目がこちらマッパの新作オリジナルアニメが放送ということでございます。新作の。オリジナル アニメタクトオーパスデスティニーというタイトルでこちらなんと放送日10月からということで今年の10月からですね放送が決定しましたかなり早いですね発表されてもうワンクール後には放送ということでねもうキービジュアルと P5 でも公開されているんですけれどもまあかなりバトラクションっていう感じでございましたね、まあ、少年少女の物語ボーイミーツガールから始まる運命をかけた 戦いいがが始ままってくるみたたなななねなんか王道な感じがしましたけれどもタイトルにタクトってある通りね、なんか主人公が指揮棒を持ってね、なんか女の子が戦うみたいな感じになっていたんですけれども、かなり独特な感じはしていました。はい、というところでね。まあ、こちら、マッパのイベントで発表されたんですけれども、制作はマッパとマッドハウスの共同制作ということでございます。はい。まあ、かなり強いコンビでございますね期待のところでございますね。で、あとテレビアニメだけじゃなくて、どうやらゲームも同時展開していく作品らしいです。で続きまして、こちらかなり予想外だった マッパ制作のオリジナル劇場版アニメをやるということでございますこれかなりびっくりしましたね。タイトル、アリスとテレスの幻工場というものが今回発表されました。なんか PV がめちゃくちゃ綺麗っていう印象があったんですけれども、どんな話か今んとこわかんないですね。まあ、発表されてることとしては、少年少女が恋心を武器にして戦うお話ということらしいです。はい。いや、かなりこれは楽しみなところでございますね。監督は岡田マリーさんということで、かなりドロドロした話になるんじゃないかなっていうのが 伺えてきますというところでねマッパがオリジナル劇場を作るということでかなり楽しみですねそして、えー、かなり満を持して登場ということでテレビアニメチェンソーマンの PV が公開されました本当ね1分弱ぐらいのねティザー PV だったんですけれどももうテンションが上がりすぎちゃってねやばかったですねチェーンソーマンはどうやらねマッパのシャウンをかけたマジで取り組む作品らしいのでもう相当気合入ってるっていうのが伺えていきますめちゃくちゃかっこよかったですねという ということで、まあそんな感じでマッパの天才アニバーサリーめちゃくちゃ盛りだくさんでございました。はい、ということでね、ここ数日かなりアニメ詰まってたなって印象でございました。まあ、皆さんどれ気になりましたかもう個人的にやっぱチャンスオーマンやばかったですね、というところで、えー、以上でございます。それではまた。